はい、では前半の動画に続きまして、タッチアップペイントの基本についてご説明していきます。はい、本日の3つ目ですね。こすっちゃった傷ちょうど題材としてはですね、この青いポロ8号車ですね、この辺こすってますね。ずっとここからこすってきて、こう来てここで最後止まってるような感じですけど、まあ、こういうこすっちゃった傷をどうやって直しますかという、これも基本塗るだけプラスコンパウンドなんですけど、やっていきたいと思います。はい、で、先ほどと同じように完全にきれいにしてください。これは大体さっきあらかじめきれいに拭いてありますので、実際にやるときにはもう徹底的にですね、砂粒一つ残らないようにきれいにしてください。で、これでコンパウンドをかけていきますと、YouTube の他の動画とか見て、いや塗ってからコンパウンドで仕上げるんじゃないのと思っている方がいるかもしれないですけど、まあ、こちらの方がですね基本です。最初にコンパウンドをかけて傷の周りの汚れを取って、なおかつ傷のうちのですね、ツヤさえ出れば目立たなくなる分っていうのはこれで目立たなくなっちゃいますので、これでですねかなり目立たなくなると思います。キュッキュッキュッって言いますよね。キュッキュッキュッっていうのはコンパウンドのですね粒子が砕けて細かくなったっていう意味ですので、キュッキュッキュッっていうようになるまでこすると、だいぶ目立たなくなりましたよね、この辺とか。でちょっとどのくらいこするかっていう、このコンパウンドで消すのか、タッチアップで塗るのかっていうと、タッチアップで塗る方がどっちかって言ったら安全ですけれども、まあ、9800番使ってる限りは、まあ、イメージとしては3分間ぐらいまではこすっても大丈夫です。あんまりしつこく20分も30分もこすってると塗装を薄くしてしまう可能性があるので、まあ、3分間5分間ぐらいまではやっても大丈夫、まあ、10分ぐらい大丈夫かな本当は。こういう面のところは10分20分こすっても大丈夫なんですけど、両線のところはですねあんまりこすると薄くしてしまうリスクがあります。だいぶ目立たなくなりましたよね。もうこれで気にならなくなればもうここで以上で終わりでもいいですし、気になる傷が残っている場合は塗るということになります。ここはもう明らかに剥がれちゃってて下地が出てますよね、白い下地がバンパーの下地が出ちゃってるんで、ここは塗らざるを得ないですね。はい、こんな感じですね。だいぶなんか短くなったような気がしますよね、傷が。これスーッていうふうに入ってる傷はコンパウンドを使うことによって傷自体が短くなったように見えますので、あとこういうところですね、もうそもそも傷の時点で塗装が剥がれかけて薄くなっちゃってるところはコンパウンドかけると逆に今度塗装がその残ってるギリギリ残ってる塗装が剥がれて白いの出てきちゃったりするんですけど、その辺は加減を見ながらやっていただくと。であとは塗るだけと。でこちらですね、シーブルーという色ですね、LD5E ということで D5E のタッチアップペイント新品を持ってきました。じゃあ塗っていきます。一番目立つところですね、やってみましょうか。よくしごいていただいて、こういうところですね。もうこれ基本同じなので塗るだけっていう。乗せていく感じで塗ってくださいと。ちょっとね、今撮影しながらで、ちょっとあんまりご集中力がいまいちなんですけど、失敗したと思ったらやり直してくださいね、拭き取って。実際はですね、工房長もっと上手いです。撮影してなければもっと上手いです。はい、でもこのくらいの、あんまりうまくない感じでやっても、そこそこ目立たなくなるということですね。はい。で、この塗る作業は、先ほども言いました、どんだけ時間かけてやっても、せいぜい5分かとか10分とか、何回かやり直しても30分で終わる作業なので、丁寧すぎるってことはないので丁寧にやってください。この後削ったり磨いたりするのは何時間も何日もかかる作業になっちゃうので全然進めないですけど、この塗る作業はいくらでも好きなだけ丁寧にやってください。はい、ちょっとねこの辺まあ置いときますけど、まあどのぐらい目立たなくなるかっていう、これも2メーター離れるとほぼ分かんないレベルになりますと。どうですか、分かんないですよね。ここまで塗ったとこですけど、ここ残ってるとこちょっと分かりますが、塗ったとこはまあなんとなく分かんなくなったと。こういうところも塗ってきますね。まあ失敗したら何度も言いますけど、失敗したら拭いてやり直せば何回でもやり直し効くので納得いくまでやってください。はい、できましたと。で引くとまあなんとなく分かんなくなったかなっていう感じですね。はい、ということで、まあ、傷はですねこういう感じで、この9800万のコンパウンドでまず磨いてきれいにしてから、タッチアップで塗って以上で終わりというのが基本になります。
はい、ついでにですね、この、4号車ちょうど持ってきたんで、4号車これ傷だらけの4号車と呼ばれていて、ついでに説明しますが、こういうへこみですね、これ実は僕がぶつけちゃったんですけど、このへこみ、こういうのはデントリペアが修理のですね、やり方の第一選択肢になりますので、板金修理よりはデントリペアの方が安くきれいに治る可能性が高いので、まずデントで相談してみてください。あとこれですね、こういう傷もコンパウンドでですね、磨いてからデントリペアという手がありますの で, です、ね、ちょっと試しにコンパウンドをかけてみますね。先ほどコンパウンドの説明したので、必ずきれいに拭いていただいて、気づかぬように見えますが、まあね、本当は表面に多少傷入ってるのかもしれないですけど、傷に汚れがこう乗ってる状態なので、これでその汚れをですね、取ってあげることによってほとんど分かんないくらいまで目立たなくなってきますよね。キュッキュッキュッって音がするまで磨いてください。もうここの傷はほぼ分かんなくなりましたよね。でこちらですね、こういう両線の上とかも9800番であれば比較的安心して磨けますが、3000番とか使っちゃうと両線のところだけ塗装がですね、薄くなっちゃう可能性があるので、必ずこういうとこ磨くには9800を選択してくださいと。そうすると今こっち半分ほぼ消えましたね。汚れが乗ってたのがほぼ消えて綺麗な状態、ここはちょっと残ってますね、まあ、もうちょい頑張ればこっちも目立たなくなってくるかもしれないです。でここは傷入っちゃってるんで、デントリペアしてからタッチアップという手もありますし、まあ、もっと本当に きれいに直したいんであれば板金修理ということになりますけど、まあ、いろんな修理の方法がありますので、はい、マニアックスの動画はタッチアップペイントの王道という言い方をしてまして、どなたがやっても期待するような結果になるということを目指しています。でこの裏技系のやり方っていうのは、なんで裏技って言ってるかっていうと、それまあ動画撮ってあげてらっしゃる方とかも僕以上に塗装のこと詳しくて、こういったこと全部分かった上で、これが本来の表技じゃないよという前提でそれを挙げてらっしゃると。でこの動画検索してここにたどり着いた方、タッチアップペイントのやり方は分かりませんよっていうような方が、先にこっちのやり方が本来のやり方だというふうに勘違いして実施されますと、いい結果にならないので、ちょっと説明してみたいと思います。でここに、書いてある絵は塗装の断面を示してまして、鉄板があってその上に塗料が乗っているという、もともとの塗装に傷が入ったっていうのはこういうふうに掘れちゃった状態ですね。でそこにタッチアップペイントを塗りまして、マニアックスが推奨しているのはもうこのまんまこれで完了っていう状態なんですけども、裏付けのものっていうのはここをきれいに平らに削って仕上げれば、区別が周りのペイントと区別がつかないぐらい平らになるでしょというのが基本的な考え方なんですが、まあ、これ削るときにですね、どうしてもこの周りの本来の塗装も一緒に削っちゃいますから、全部こう薄くなっちゃってこんな感じですね、クリア層が薄くなっていると。だからこれでもうやり直し効かないって、もう一回やり直したら下地が出てきちゃったりしますので、やり直し効かないということになります。まあこれ守備よく成功したとして、この着色層を削っちゃってますから、メタリックとかだとその粒子が表に出てきちゃって、せっかくこういう色の合ってるペイントを使ってるのにそれが活かせないとかですね、まあ、あるいはこの境界が急峻ですので、まあ、本来でしたらこんな 急なところはパテでも埋めないっていうぐらいの急なところで、まあ、ここ剥がれちゃったりとかですね、あるいはペイントの耐候性がこれないので、色は合ってますけどあんまり長持ちするペイントじゃないんですね。だからせっかく平らに仕上げてもその状態が長く持たないというようなことになります。本来の塗装っていうのはどうなってるのかっていうと、この傷をですね、もういかになだらかにするかっていうことにものすごく手間をかけて、まず削ってですね、ちっちゃい傷でも大きな範囲に広げた上で、その上にパテもなだらかに入れて、サーフェイサーもなだらかに入れて、着色層を、まあ、スプレーで拭いてですね、なだらかに着色したら、もう着色は削らないです基本的に。クリアを塗って、最後仕上げ、削る必要があるんであればクリアの表を削ってるんですね、というのが基本になります。でクリアはですね、パネル1枚全部拭いて境目なしにするというのが基本で、まあ、どっかで見切る場合もなくはないんですけれども、まあ、こういう工程を取ってますので、こちらのやり方、仮に完全にうまくいったとしても、本来の板金塗装みたいな仕上がりとはですね、もう基本的に全然違うことなんですよということを理解した上で実施する必要があるということになります。はい、で皆様のですね、その車の価値、
エンジンはパワーがあって調子よく走るし、インテリアも素敵で、その車にですね、外装に小さな傷が1個入ったと。この時車の価値どんなに下がってもせいぜい99、インテリアもそのままですし、エンジンも調子いいままですから99ですね。でこのその傷にタッチアップでですね、2メートル離れて分かんないぐらいに治れば 99.7 ぐらいまで回復するんですけれども、この時になんでそんなリスクを取って紙ヤスリを使いたくなっちゃうか、 あたかも何事もなかったかのように綺麗に仕上げたいと思ってしまうかというとですね、まあ、客観的な価値はこうなんですけども、心理としてはですね、この小さな傷が入ったことによってですね、なんとなく50ぐらいまで、もう俺の車完璧ピカピカだぜかっこいいぜと思ってたのが、なんかあ傷入っちゃった、もうそのこと気になってしょうがないですね、っていう状態になりますと。でここでその紙ヤスリを持ち出す心理っていうのは、なんか博打で負けてですね、取り戻そうと思って、つぎ込んじゃうみたいな心理に近いものがあってですね、とても冷静な判断じゃない可能性があると。ここにも一つ問題が潜んでいると思います。で DIY 散々やってきた経験からしますとですね、例えばプラモデル失敗して、お小遣い2ヶ月分無駄にしました、そういう経験をですね、300万の車で初めて練習しますかっていうことなんですね。もうやるべきじゃないです。ここでですね、失敗した時の気持ち、まあ大体マイナス100ぐらいまでいきますと。もう傷つけちゃったっていうところから、もうなんとかして取り返してやろうと思ったのが、もう博打で全財産吸っちゃったみたいなね、もう立ち直れないぐらいまで行きますから、こうならないためにも、まあマニアックスとしてはですね、失敗しないこと、ここを第一優先に考えていただくというのがいいのかなというふうに推奨しまして、この動画を締めたいと思います。マニアックスチャンネル登録もよろしくお願いします。